皆さん、こんにちは。こんにちは。ジョーです。アツシです。はい、というわけで、アツシ大会場計画第2弾ということで、はい、第1弾はアプローチでやっていった、うん、やって、で今日は、スイングの方ですね。前回、アツシの解説動画みたいなのを上げて、はい、たくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。の感じで直していこうと思っているので、今日はまず握り方と構え方と、ゴルフ流ハーフスイングのバックスイングまでできたらいいなと思っていますので、はい、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。とりあえずじゃあ今のアツシの感じでいこうっていう感じでね、はい、まあ一回解説動画上げてるんで大体のことは皆さんもアツシも分かってると思うんで、はい、じゃあ今日まずとりあえずグリップから直していきましょう。一回いつも通り握っていこうか、はい、ちょっと一回右手離してもらっていい？ OK。 これ結構アマチュアの方で多いんですけど、うん、親指をこうやって長く持っちゃう。なんかこういう風に突き出すような感じで握っちゃってるからすごいここに力が入りやすくてクラブをこう押さえ込んだりとか、はいはいはい、いろんなミスをしてしまう傾向があるので、まず一つはこの親指をこういう風に短くして握ること。長くじゃなくて短く。そう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 。 OK OK。 でここの隙間はギューじゃなくていいから軽く触れてる、触れてるような触れてるぐらい。そうそうそう。こういう感じやね。そう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 。左手一回パーにしてみて。OK。結構手のひら側でこう握っちゃってる。本当はここにやってほしいんだけど、なるほど、今この辺にあったじゃん、パーにしたときに、はいはい。まずは小指の付け根からね。付け根から。付け根から、第一、第二に沿うように指でこう。まずは握る。指で握る。そう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 。もう一回パーにしてみて。さっきより結構指側にあったじゃん、今。まずはここを指まず引っ掛けて、引っ掛けて、で、ここの隙間閉めて。閉めて、短く、親指は短く。そう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 。いいじゃん、いいじゃん。OK。まず左手のグリップをこうやって変えていく。で、もうちょっとフックでもいいかなと。ちょっとこれで。このマークが今ほぼこう目標にまっすぐ向いてたけど、うんうん、やや左前、アツシから見たらやや左前ぐらい向く。そうそうそう。これでちょっとグリップ緩めてフェースまっすぐにして親指短くして、そう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 、うん、多分今までよりすごい空間があると思うんだけど、空間があります。それで OK、はい、しっかり小指、薬指、うん、中指が握れてたら完璧、うん、で次右手、はい、テンフィンガーで。あ、そうか、テンフィンガーか。はい、OK。テンフィンガーで、じゃあ、小指、薬指、中指を、テンフィンガーだな、こうで。そう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 。まずは引っ掛けて、OK。で、手のひらが目標まっすぐ向くようにして、でこれも親指ちょっと長いから、そう、短くする。そう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 。OK。基本的に両方の指を短くして、握るようにしていきましょう。短く。OK。Asahi Golf Center。アドレスの作り方なんだけど、うん、ちょっと一回カメラに向かって構えてみて。はい、OK。アツシの特徴として、極端に言うと、こういうふうに右腰が高いアドレスになりやすいから、うん、確かにアドレスの視点でここ突っ張ってると、回ろうと思った時に結構回りづらいじゃん。回りづらいです。で、スウェーになっちゃうから、うん、少し、そうそうそう、少しだけね、状態はここでいいから、腰だけちょっとスライドさせるイメージ。そうそうそう。左にスライドさせるイメージ。なんとなくなんか左腰高いな、みたいなイメージ。状態は別にいつも通りでいい。そう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 。うん、そうそうそう。ここでちょうどまっすぐぐらいだから、腰の位置っていうのをアドレスは特に意識しながらやってもらえたらと思います。はいはいはい、順序としては、はい、まあグリップ握って、
いいよ。順序としては正しいグリップをして、でフェースを目標にこうやって合わせて、合わせて、でボルトの距離合わせて、うん、まあ前傾してみたいな感じで、はい、でその時ずっと膝を伸ばしたまま、伸ばしたまま全てのもう打つ手前まで作る。伸ばしたまま打つ手前まで。そうそう。フェースの向きだったり、そう体の向き前傾だったり、はいはいはい、で打つぞっていう手前で。このクラブに膝が当たるまで膝曲げよ。OK。これぐらいちょっと。なるほど。そうそう。これなんでかっていうと、はい、結構アマチュアの方でも多いんだけど、はい、なんかちょっとこう膝曲げながら合わせちゃうと、こうやって後傾しちゃう。あー、なるほど。膝曲げながら入ってるのに、さらにこう打つとき膝曲げて、どんどん後傾してしまう。だから基本的には、両膝伸ばしたまんま前傾して合わせて、アドレスしてよし、これで OK だってなってから、ちょんって曲げて、打っていくとしっかり。最初から膝を曲げちゃダメだ。そうそうそう。そうするとしっかり前傾したまま軽く膝も曲げれて、いいアドレスでスイングできるようになるから、それだけ気をつけて、ちょっと一回構えてみよう。はい、伸ばしたまま、すべての工程を行う。すべての工程を取って、そうそうそう。これでいけるってなったら、軽く膝曲げる。そうそうそう。OK。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。最初から曲がってるって確かに。そう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 。伸ばしてから。そうそうそう。OK、OK。まずは、これ、握り方とグリップ。で、アドレスの取り方っていうのを、今ので改善して、今めちゃくちゃ綺麗だから、はい、そこまで改善していこう。はい。アサヒゴルフセンター。ここからがちょっとスイングになっていくんだけど、うん、はい、まあ、スイング直していく上で、俺もそうだったんだけど、まずこういうアークスイングをやっていきます。正しい握り、正しいアドレスをして、腕の三角形をキープしたまんま、なるべく全部が同調してゆっくり右左っていうふうに打つハーフスイングをやっていきます。アチナスイングの特徴としては、手でシュイって上げて腰が据えして、で体が開いて右行ったりとか、うん、逆に下半身止めて手でシュイって合わせに行ったりとか、うん、でまずその原因としてバックスイングがやっぱスウェイしてしまう、スウェイしてから回転したり、はいはいはい、スウェイしたまま上げて打ったりとか、うん、そこがちょっと安定してないから、まずはこのハーフスイングドリルで、意識するポイントとしては、上半身はもう三角形キープっていうイメージだけでいい。三角形キープ。で、もうほぼノーコックでいい。変にこう手首使わずに。この最初のできた形をキープしながら、打っていく。なるほど。で、大事なのは、この、右腰の位置。右腰。から、離れながら、バックスイングする。そう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 。クラブが離れる。そうそう。まあ、クラブが離れるっていうか、自分が離れる。そうそうそう。なるほど。クラブ離れたら結局こうよ。つえ。いつもと思ってた。そうそうそう。クラブから自分が離れる。自分が離れる。そう。その時の感覚っていうのが、左手で右お尻のポケットに手を入れて、そう。で、前傾して。で、これを後ろに引っ張りながら右に回る。そう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 。そうそうそう。楽ですね。そうそう。つえ。めちゃくちゃ回るじゃん。そうそうそう。いつもはこれが、回りづらいポジションに移動して、スウェイしてから回ろうとするから、腰が詰まって、で、手で手上げとか、はいはいはい、オーバースイングとかになってるから、まずまあ、家とか暇な時に、左手で右お尻のポケットに入れて、後ろに引っ張りながら、右に回る練習。そう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 。それ、とりあえずは、今からハーフスイングやっていくんだけど、はい、その回転の仕方と三角形をキープするっていうことだけを意識して、なるべくゆっくりやっていこう。なるべくゆっくり。距離的には今ぐらいこう20ヤードぐらいで。20ヤードぐらいで。だから10ヤードでも全然 OK だから、はい、その辺意識してちょっと一回やってみよう、はい。じゃあとりあえずグリップ正しく、握ってアドレス正しく入って、OK。で、さっきの右腰の感覚で、そうそう、腕は、三角形キープで、そうそうそう。でゆっくり小さく。そう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 、いいじゃん、いいじゃん。はい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 。そう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 。もう一回いこうか。はい。三角形キープと、さっきの、
右腰の感覚。よし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 、オッケー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 。で、ちょっと今見てると、癖的にグラブを開きながら上げる癖があるから、まあ、三角形キープしてたら、その動きも減るんだけど、まあ、それがどういう感覚か多分今わかんないと思うから、ちょっと一回構えて、はい、腰の動きはいいから、フェースがボールをずーっと向いてるようなイメージで上げていこう。なるほど。そうすると自然とこうやって三角形もキープできるし。確かに。今は回転とともにフェースがこうやって正面すぐ。三角形が向いていく。なくなっちゃってますね。そう。フェースがずーっとボールを見ながら。で、腰はさっきの使い方。はい。おー、いいじゃん、いいじゃん。そう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 。いいじゃん、いいじゃん。はいはいはい。お指長くなってるよ。はい。ちゃんと短くして。グリップ一番大事なんだから。オッケー、完璧。行きやすくなります。ね、右。オッケーオッケー、いいよいいよ。なるほど。まずはもう本当、正しい握り、アドレスの入り方を一番大事にして、はい、特にグリップ、すぐ切り抜くと親指長くするから、しっかり短くして。はい。やっぱまだちょっと今、打ってたけど、軽くダフったりしてるじゃん。まだグリップとか多分ちょっと長いだろうし、そうするとやっぱ親指に力入るから手前にドンと打ちやすいから、しっかり短くして、グリップはもうほんと指引っかかってるだけみたいなイメージになっていくと、もう少しクラブが落っこちずに、逆に自分で地面に抑え込みすぎずに触れるようになるから、まずはほんとグリップ一番大事。で、アドレスの入り方。で、ハーフスイングのバックスイングだけは取り替え意識して、切り返し以降は特に意識しなくていいから、はい、右腰の位置が変わらないように引いて、変わらないように。で、なるべくフェースがボールを向いたまま、まあ、クラブを置いて、まっすぐ上がるように。だからすごい手と右腰が離れる感覚になると。そう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 。そうそう、そのイメージでハーフスイングをちょっと何球もやっていきましょう。はいはい、というわけでいかがだったでしょうか。アツシ大改造計画第2弾。はい。まあ、やっぱ本当にグリップとアドレスがめちゃくちゃ大事だから、別に今10フィーガーでもオーバーでもインターロッキングでもそこは別に何でもいいと思うから、ただこの親指の長さだったりっていうのはちょっと共通したものがあったりするから、しっかり意識しながらやって、でアドレスの取り方、やっぱアドレス綺麗なだけでうまそうに見えるし。実際それだけでいいスイングもできたりするから、はい、まずはそのスイングうんぬんじゃなくて握りと構え方を大事にして、はい、でスイングはもうゴルセオのスイングにしていくために、まずはハーフスイングをいつでも完璧にできるようにバックスイングからやっていきましょう、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Oh.